岡田虎次郎物語。あえて求むるなかれ、無為の国に正座せよ。座するに法三尺のところあらば、天地の春はこのうちにみなぎり。人生の力と人生の閲楽とはこの中に生ずる。正座は真に大安楽の門である。一、幼少年時代。岡田虎次郎は明治5年1872年6月13日、愛知県渥美郡田原町に生まれました。虎次郎は小さい頃から胃腸が弱く、痩せっぽちの病弱な子供でした。8歳の時、田原小学校に入学しました。虎次郎は少年時代を振り返って、ちょっと謎のような言葉を残しています。私は学校へもろくろく行けない病弱者だった。それが14の時、夕方田の黒、あぜに足を投げ出して夕日を見ておったが、それから変わった。何がどう変わったのか、それは虎次郎にしかわからないことですが、心が変わったには違いありません。虎次郎の体験と照らし合わせると、参考になるかもしれない近世インドの新人、ラーマ・クリシュナの体験談を引いておきましょう。10歳か11歳で私は初めて三昧を経験した。田んぼの中を通っているときにあるものを見て圧倒されたのだ。神のビジョンにはある特徴がある。光を見、喜びを感じ、胸の内にロケットの爆発のような強大な流れの湧き上がるのを感じる。心が突然変わると言っても、それは変わるための準備が少しずつ進められていたのです。種をまくと、人は、やあ、芽が出た、と言いますが、実際には、地上に芽が出る前に、地下で発根しているのです。それと同じことです。例えば、インドに、ラマナ・マハルシという聖者がいました。ラマナは、トラジオより少し後の、1879年に生まれました。彼は16歳の時、呼吸停止という体験をし、人間の本体は何十年か生きる身体ではなく、肉体の死後も生き残る心でもなく、体をも心をも意識できる魂、神がなのだという悟りの体験をしました。このラマナ・マハルシのお話を聞いて、人は彼が突然悟ったのだと思うでしょうが、そうではないのです。悟りが
やってくるためにはその前に準備が進められているものなのです。それはいつからでしょうか。その人が今回この世に生まれるもっと前からなのです。それをあなたが信じようと信じまいと。虎次郎の場合も同じことなのです。魂の芽が吹き出たのが14歳の時であり、ラマナの場合には16歳の時であっても、魂の根はずっとずっと前から伸び始めていたのです。この宇宙で起こることはすべて宇宙の法則に従っており、原因があって結果があるから因果の法則と言われ、原因も何かの縁があって育つから因縁と言われるのです。突然のように思われても、外の変化だけを見るからそのように思われるだけなのです。この世界で起こることをよく観察すると、突然が突然ではないことがよくわかるようになります。例えば地上に芽が出るとき、その前に土が盛り上がったり、土に割れ目ができます。また日の出前には、東の空は暁に彩られます。でも芽が出るのはある日突然ですし、日が出るのもある時突然なのです。突然を突然と思っているうちは、宇宙の秘密はベールに包まれたままですが、突然がゆっくりと準備されていることに気がついたとき、宇宙の神秘も解き明かされてくるのです。虎次郎もラマナも、宇宙と人間の神秘を悟った聖賢でした。虎次郎は16歳で第二高等小学校補習科を卒業しました。学歴はこれだけですが、その頃にしては高等小学校を卒業するだけでも珍しい方でした。それから5、6年の間、虎次郎は家の手伝いの農業に励みました。